パッと見この角度から見ると違和感を感じませんかと思うんですよね。動画をご覧の皆さん、こんにちは。ライフガレージのライフです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は先日購入したライフですね。18万円で購入したこの中古車。下回りをですね、点検していこうと思います。それでは今回もやっていきます。 バンパー外しちゃってるんでねちょっと車種が分かりづらいですけどもこれライフですね JB6 という形式のライフです JB5678 ってあったんですけどそのうちのですね前期ですね前期が56になるんですけどそのうちの JB6 という型なのでこれ4区の車になります まあ僕ずっとライフガレージっていうことでライフをですね、ホンダライフをいじってきましたけども、まあ4区の車はまだ乗ったことないので今回ですね、購入しました。で、この車両紹介ですね、内装、外装なんかはあの別に最初に動画出してますんでそちらをご覧いただくとして、今回はこの何せ18万円で買った中古車ですね、まだ下回りを確認していないので、それと先ほど言いましたように四駆の車なので、 サビなんかも気になるところですね。なので、今回は点検していきます。最初に少し車両のスペックですね。まあ、グレードはタイプ C になって、年式はですね、これ平成17年式になります。なので、18年落ちっていうことですかね。今現在。買った時の走行距離がですね、今回ちょっと18年落ちの割に少なくて、 距離はですねなんと4万 4000km ですねなので18年で割るとですね1年で 2400km とかそれぐらいしか走ってない車になりますまあ最初にも言ったようにバンパーは外してあるんですけどこれは次の動画ですねでまたバンパーの外し方は外し方で別の動画で紹介しますので今回はこの状態からスタートしていこうと思いますではまずタイヤこれから外しますけど外す前に ガタなんかを確認していいこうと思います特にえもう有名な話なんでご存知の方もいっぱいいると思いますしえ僕も次の方の JC のライフでは一回交換してますけどちょっと見えにくいですけどねここにアッパーマウントがあって、まあ、ボルトが錆びることでも有名なんですけどこの下側ですね。車両との間に ゴムのブッシュがあるんですけどそれがですね傷みやすいというかまあ経年劣化でねしょうがないんですけどね構造上割と出やすいんですけどでタイヤ用するとですねもうストラットが上下にこう <laughs> 動くんですけど、えー、そういうことはないですねちなみにあの乗ってて音が出るとか、えー、この車買ってからですね それ以外の不具合、例えばパワーウィンドウが動かないとか、どっかの照明がつかないとか、先ほど言ったように乗った、乗ってる時にね、段差超えた時になんか音がするとか、ハンドルが取られるとか、一切ですね、そういうことは今のところないです。うん、とりあえず問題ないですね。まあ、ハブベアリングの方なんかもこれでわかるので、一番懸念されてた、ここはまだ、まだですね。まあ、これから多分ダメになると思いますけどね、意識的に。とりあえず問題はなさそうです。 同じようにリアも見てみます、まあ、リアは比較的ガタ等は出にくいっていうかあんまりないのでここら辺は問題はないですねそしてまあ僕もスタッドレス履いてます車も汚れてるんですけれども今日もバリバリ、A、4駆の車スタッドレスで雪道を走ってここまで来ました大丈夫そうです それではタイヤを外してですねリフトアップしていきたいと思いますそれではタイヤ外したので見ていこうと思いますまずは目視だねそしてやっぱりねああ18万円の車なんだなという欠点を見つけてしまったんですけど あまりにちょっと衝撃的というか面白い内容なのでちょっと最後まで引っ張らせてくださいそこは、まあ、気付くところもあると思いますけどねこの段階でヒントはあるんですけどとりあえず見ていきますまあエンジンマウントなんかも見た目のゴムは悪くないですねそしてまあこの辺にもサビはそんなにないですねうん まあちなみにこの車ディーラーで整備を受けていた形跡がずっとあってですね12ヶ月点検なんかもディーラーできちんと受けられていますねだ整備的にはおそらく問題なかったんじゃないかなというふうには思ってますただ車検1年以上残った状態で買ったし特にあの整備料金とかも支払っていないので 中古車屋さん的には整備はですね何にもしてないですね。現状販売みたいな形で買ったってことですね。ただエンジンオイルだけはなんか期待してなかったんですけど、納車の時に変えてありますって言われたんで、エンジンオイルだけは変えたみたいです。細かいところを見てもまだシャフトブーツなんかも問題ないですね。そしてパッドなんかもそもそも年式の割にローターが綺麗だなと思うんですけど、パッドなんかもまだまだこれも見た目で明らかに。 ありますねなんか JCK ライフって全然性能とは関係ないと思いますけどスタビリンクこんなもんなんですけどここまであるんですねちょっとなんかでもこれこんな奥にあると調整は大変そうだなナットがここですからねタイヤつけた状態でやると大変なんじゃないかなというふうにマニアックなところが気になりますそしてて吹いてあるんで 先ほど言ったようにサビはないですね一応、まあ、手で揺すっての範囲だけど、まあ、ガタはなさそうですこの辺オイルパンからのオイルのにじみとか、まあ、例えばプレッシャースイッチとかね漏れやすいところはあるんですけど特に問題はなさそうですね。 反対側もこんな感じです非常に綺麗な状態を保っていると思います、まあ、ローアーム関係もこれシャしシブラ塗装してありますけどやっぱ錆はないですねそしてマフラーのサビなんかも心配だったんですけど四駆の割にめちゃめちゃ錆びてるっていうことではないですね。 まあちょっと動画上映すのが困難ですけどロア,アームのブッシュなんかもやっぱ意外とそしてまあ僕はずっと FF の車しか見てこなかったんですけど新鮮ですけどまあ4駆なのでここからプロペラシャフトが伸びていると。 フレームの錆多分中は錆びてるでしょうねこんな感じですそして、えー、ジャッキポイントがこれもシルバーで塗装されてるんですけどここのねこれ右の前なんですけど今ちょっと、まあ、リフトをかけてるんでわかんないですけど潰れちゃってるんですよねここだけ、まあ、これリアですね右のなんですけどこれでジャッキポイント見えるはずなんですけど これもう曲がっちゃってるんで完全にゴムに埋まっちゃってますねそして塗装はされてるけどこの辺はもうやはりガビガビに錆びております裏から見るとこんな感じ塗装するのはいいけどなんか下地処理してほしかったですね まあこの辺も四駆なら全然覚悟してたうちなんでこれ反対側の左側ですけどやはりこんな感じで錆びております外見はこんな感じやはりシルバーのスプレーかなんかで塗装はされてますねまあ錆止めって意味では塗装するのは悪いことじゃないんで全然いいですけどねまあ自分的には比較的まだいい方かなやっぱり この程度で済んでればサビに関してはですねマフラーのサビもこんな感じです今すぐ穴開きそうっていうところまではまだ行ってないかなうん結構この上側がね雨たまってサビるんでこの辺注意ですねそしてずっと見たかった四駆のリアの足回りですまあフロントは FF と同じなんでほぼ。 こんな感じでこうリンクでつながってる感じですねそして後ろから見るとこのはっきりね四駆だって分かるこの特徴的なというかリアアクスルがこんな感じになっていてやっぱり新鮮ですねデフがついてるし。 これはデフマウントがこうあってまあこれのねゴムも結構まあここもゴムでサンドイッチしてあってまあエンジンマウントとかとマウントなんでエンジンマウントとかと同じような感じでゴム入ってるんでまあここも結構劣化してデフがこう上下に暴れたりしてね音が出やすいところではありますね。 ちょっとリアドラムの中も気になるんですけどこれちょっとベッド動画出しますねちょっと今日時間があまり作業時間が取れないのでまた詳しく紹介します点検しますまあ4駆こんな感じのアームでつながってるってことですねまあ4駆的には当たり前なんですけど普段 FF を見てる僕としては非常にやっぱり新鮮ですねまあこの辺ブッシュなんかも傷むんですけどこの辺はですね まあ部品的には大体アッセンブリーの交換になるのでなんか見た感じ特別4駆だから整備が大変っていうまあ僕の印象ですけどねはしないですけどやっぱりこれだけ部品点数が多いので当然 FF には付いてなかったものがいっぱいありますよねまあすごい基本的な話ですけどねなんでやっぱり 車的には重くなりますね今見てるのもこのこれ上側のちょうど左右のエンジンマウントと似たような形状になってるんですけど真ん中に映ってるのがデフのマウントですねこれもせっかく四駆を買ったのでいろいろちょっと取っときますね四駆の足回りこんな感じになってます当然リアにもシャフトがついているので ブーツもその数だけあるということなんですけどまだ大丈夫そうですねまあこれ反対側ですけど状態は悪くなさそうですそしてまあ気になるサビなんですけどまあリア周りもこんな感じですねそして前回の動画で出しましたけど外装の欠点の一つでもあるこの 急行周りのこれ多分スポットとか溶接の裏側かなかなんかのこのよく錆が出やすいこの錆まああそこにあれだけ錆が出ていたのでタイヤハウスの中とかもある程度はもう覚悟決めてたんですけどこれがちょうどあの錆びてったところの裏側ですねから見ても全然分かんないんですね表面にあれだけ錆が。 これだけ浮いてる割に内側はこんな感じですねまあこういうのはありますねうんまあこれはしょうがないなもうこういうとこなんかもね錆びやすいんですけどね左右ともにこんな状態ですまあ見た感じその今すぐどうにかしなければならないようなレベルの 劣化とかってないですけどやはりせっかく4駆の車今回買ったので,で正直エンジン周りとかは JC のライフですね散々作業紹介しましたけどベルトなんかもそろそろ買い時だなと思うもののですねこれエンジンが全く JC と同じなんで動画的にはあまりね面白いところが正直ないので今回はやはり。 リア周りの足回りの整備ですねそれこそこのデフマウントのブッシュ交換とかそういうところをですね中心にやっていこうと思いますまあちょっと時期的に早いところはあるんですけどせっかくの機会なのでリア周りをね中心に作業を進めていこうかと思います さあ、それでは最初にネタ振りをしておいた残念なポイントですね。強烈に残念なポイントがやはりあります。当然18万円の車です。で前回から見てもらった通り、いいところばかり紹介していきました、えー。前回の動画でもね、あの、まず車が来たっていう動画でも内装も綺麗だったし、整備もちゃんとやってあったし、外装もそれほどね、まあ、サビとかは多少あったんですけど、えー、走行距離も少なくていい車でしたけれども、 僕的にはね別に騙されたとかそういうことは全く感じてないんです最初に言っときますけどただやはりこういうところはあるということです今から説明しますパッと見この角度から見ると違和感を感じませんかと思うんですよねポイントは2つエアコンコンデンサーのこの歪みと 下側ののマウントの浮きですまあ僕は横から見た時にすぐ分かったんですけどまずこれに違和感を感じましたまあエアコンのコンデンサー左右マウントされてるんでこっち側のこの隙というかマウントですねこっち側見てみます明らかに浮いております角度がおかしいなと思いますよね そしてこ,こ,、えー、この角度がですね妙にここがへこんでおります折り曲がってるって言ったらいいのかな、まあ、例えば細かいことを言うとここにね塗装のひび割れなんかがありますそしてこのレインホース こんな形してたっけなっていう感じがしますよね。まあお気づきの方もいると思いますけど、この時点で。少なくともですね、ここ、ぶつけてます。そして、残念なことに、どうも、ラジエーターもこれ、沿ってますよね。そして、明らかにこのコンデンサーの表面の塗装が、ひび割れております。ただ、 具体的にぶつけたということではなくてやはりここが明らかにへこんでますねまあ要するにここをぶつけて直してありますもしかしたらこのやたらそう見るとやたらピカピカに見えるこのバンパーもしかしたら新品に変えたかもしれないですね明らかに外装には何らかのダメージはあったはずなので残念なのはこれだけ整備がしっかりされてるし 大事に扱われてきた車なんでお金をかけて直さずにこれは多分曲げ直したのかなもちろんラジエーターの機能的にも問題ないですしえコンデンサーもねこれこのままついてるってことはガスが漏れたとかえそういうことがなかったからこのまま戻したと思うんですけどえぶつけた痕跡がやはりありますうん。 やっぱりね安い中古車はこういうとこですね、まあ、全部が全部もちろんそうじゃないですけどねというわけでどうしてもやっぱりこういうところはありえますねうんやっぱりあったかっていう感じで僕は全然気にもしてないんですけど、えー、機能的には問題なさそうなのでただ気分的にこういうのが嫌っていう人はやっぱりこの価格帯の中古車とかそもそも中古車はやっぱり避けた方がいいですね圧倒的にもう新車をやはり買うべきだと思いますで 見たところで、バンパーがついてる状態だと、この上から見たら見えたかったらわかんないですし、なかなかね、これを見抜くのってやっぱ難しいですね。僕も、こういう趣味をやっていて、わざわざこうやってリフトで上げたり、バンパーを外したりして自分で見たから気づけたんですけど、 これ極端なんし、そういう趣味がない方だったら一生気づかないわままあ、このままね、もしかしたら乗ってた可能性も全然あるので、やっぱりこういうことってありますね。まあ中古車屋さん擁護するつもりはないですけど、もしかしたら中古車屋さんも気づけなかったところかもしれないので、えー、こういうところはあります。うん。ただまあ全体的にはね、僕今回4駆の車でサビも少なかった。見てもらった通りで、ね、サビも少なかったですし、えー、比較的にまだこれでも 18万円で買ったことを考えればね18年落ちの車をまあ結果的には良かったかなと思いますなのでえこれで点検は一応一通り見ましたので作業内容もねある程度こう頭の中で固まってきたのでやはり整備的な部分は4駆の足回りですねリアの足回りの物種類を変えたりとかそういうことをですねあの動画にも是非残したいのであんまり4駆の車ってねなかなかネット調べても出てこないので。 えー、その辺をやりつつ、まあ、前回の動画でも言いました内装がねあの純正オーディオだったりとか、えー、ETC とか例えばそういうものは全く一切ついていないのでそれのアクセサリー的なね取り付けをやっていこうと思いますというわけで、えー、今回こんな感じで強烈なオチはありましたけれどもまあ、こんな車だったということですねはいというわけで皆さん頑張って新車を買ってくださいもしくは こういうことを楽しめるぐらいのね、余裕を持って <laughs>、こういう車を買うのが、えー、いいと思います。というわけで次回からまた、えー、こいつも含め、まあ3台ライフはあるんで、いろいろやっていこうと思います。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。